意外と小さいですね。黄金の財宝は全てカイロ博物館に運ばれましたが、ミイラは今も墓に置かれていました。彼の顔はとても美しいでしょう。見てください。ミヤモト、エミリー。この発掘の資金提供者カーナボン卿は数多くの装飾品を盗んだと言われています。この墓の発見3ヶ月後にカーナボン卿は亡くなりました。呪いです。The curse。発掘のスポンサーだったカーナボン卿は墓発見から3ヶ月後に急死。イギリスに副葬品を持ち帰ったことが王の呪いに触れたと新聞は騒ぎ立てたのです。三重構造になっているツタンカーメンの人型棺、一番外側の棺は今も墓の中でミイラを守っています。開けちゃうの開けちゃうの、はあ、ザキさん、ダメなことはダメって断った方がいいですよ。いやいや、でもザキさんだから開けられるんですよ。本当に、木でできた棺全体に金箔が貼られていました。ツタンカーメンは歴史上重要な王とは思われていませんでした。しかし墓が荒らされていない状態で発見され、黄金の財宝が出てきたことでツタンカーメンは重要な王になった。総祭殿です。総祭殿とは王が神や祖先を祀るところ。セティ一世はツタンカーメンの4代後の王です。なるほど、保存状態がいいですね。はい、鮮やかですよ。あちこちに綺麗に色が残ったままの壁画がありますもんね、はい。建設されたのは今から3300年ほど前。当時そのままの色鮮やかなレリーフを再現してみると、新王国時代、歴代の王たちは即位すると必ずこの地を訪れました。あれ、この遺跡で最も重要なのが歴代の王の名が刻まれた王名表。これはとても重要な古代文字です。考古学者たちにとってとても重要なものです。王名表といって歴代の王の名前が記る出来事でした。王名表にツタンカーメンを含む4人の王の名前がないのです。4人の時代は新王国時代が最も繁栄した時です。それなのになぜ王の名は消されたのでしょうか。4人の王の名はありません。なぜツタンカーメン一族の王は歴史から消されたのでしょうか。新王国時代の王たちは戦で領土を広げ国力を高めていきました。歴代の王はルクソールに巨大な神殿を建て、さまざまな神々を崇めました。そして王家の谷に巨大な墓を作るのが常だったのです。ところが紀元前1350年頃、即位したのがツタンカーメンの父イクナテンです。イクナテン大王は戦を嫌い、芸術を愛する理想主義者。思い切った改革をします。都をルクソールからアマルナへ遷都、芸術に没頭しました。これはイクナテンの父の時代に描かれたレリーフ。編み込んだ髪をきめ細やかに表現しています。どれほど芸術が重んじられたかが伺えます。そして当時の最高傑作がネフェルティティ王妃の彫像でした。高貴な目とシャープな輪郭、まるで生きているようなリアルさです。この技術が受け継がれ、ツタンカーメンの黄金の財宝を作り上げたとも言われています。しかしイクナテン大王が行った改革、あのハワード・カーターの大発見から
実に84年ぶりに新たな墓が見つかった。それはエジプト考古学史上紛れもない快挙。残念ながら墓は王の墓ではありません。ところが重要な意味があったのです。墓には木製の棺、中にミイラはありませんでした。ところがその色使いや表現方法を分析した結果、ツタンカーメンと同時代であることが判明。さらに棺の顔はツタンカーメンの木製像に似ていたのです。ザヒ博士は一つの確信を強めます。墓はツタンカーメンの生みの親キアのものではないか。これは極めて重要な発見です。ツタンカーメンの墓のすぐ近くに母親キアの棺があったと。こんな発見は滅多にできません。私は幸運に恵まれました。では母キアのミイラはどこにあるのか。博士はツタンカーメンの墓の西にある KV35 に注目。ここにはミイラの隠し場所があったのです。お、うわすごい広い。すごい。ここです。あ、ここにある。フランス人の考古学者が12体のミイラを発見しました。壁の向こう側で、壁は全て装飾が施されていました。壁の後ろ側にミイラが隠されているなど誰も信じられませんでした。 KV35 にあったミイラは合計12体。ミイラを墓泥棒から守るため、本来の墓以外に隠すことは実は珍しくないのです。右奥の隠し部屋からは9体のミイラ、そのうち8体はなんと王のミイラでした。新王国時代の著名な王が含まれています。そして手前の部屋からは男性のミイラ1体と女性のミイラ2体が発見されました。博士はこの女性のミイラをツタンカーメン一族だと考えています。一族の女性でミイラが発見されていないのは4人。祖母ティ、生みの母キア、ネフェルティティ王妃、そしてツタンカーメンの妻アンケセナーメンです。ミイラは今も発見された部屋に安置されていました。わあ。Now? え、こっち？ No, finish. ここに？ Okay, let us have... 宮本にも手伝っていただきましょう。Yes, sir. そちら側を持って。外れてる。一体はガラスケースに収められていました。心の準備はできているかい？ Now, this is another mummy. このミイラに名前はありません。彼女には髪があります。35歳ぐらいでこの女性は亡くなったと考えられています。生々しいミイラとの対面、思わず背筋がゾクッとします。しかしその顔は優雅に微笑みをたたえているかのよう。3500年前の髪は風になびくような質感を残しています。30年前にこのミイラは特定されました。古代エジプトでは毛髪は何か特殊な意味を持っていたのでしょうか。ツタンカーメンの副葬品の中に祖母ティの毛髪が残されていました。アメリカの考古学者がその髪を取り、ミイラの髪と照合させると髪の毛は一致します。このミイラはツタンカーメンの祖母ティと判明したのです。ならばもう一体の女性のミイラもツタンカーメンの一族である可能性が強くなります。このミイラは亡くなる直前、何らかの事件に巻き込まれ死んだようです。
セはこのミイラがツタンカーメンの母キアであると推理しました。顔には大きな傷、それがやがて謎を解く鍵になってゆきます。ザヒ博士は実母キアかどうかを確かめるためミイラをカイロに運びました。なぜ顔に大きな傷があるのか、博士得意の科学の目がミイラの謎に迫ります。